割とこれを撮影しているのは5月の8日土曜日の夜6時ぐらいなんですけども、えっ、ー、と、昨日、ちょっと、ツイッターに一言二言でしたっけ書きましたけれども、昨日の午後ですね、ちょっと、背筋が凍るような出来事が発生しまして、まあ、7、8人ですかね、関係者。7、8人の背中がいきなり、 になるみたいな時がありましてある、なるような事態が発生しましてで、Twitter、まあ、にも書きましたけどその関連する事務室っていうのかなあのオフィスの中にすげえ緊張を走ってあのすごいたとものすごい例えは悪いんですけれども何かあの、えー、大きな地震とかが発生した直後のテレビ局の報道フロア内みたいな感じになって ザザワザザーみたいになってねみんなしてガーっていろんなことやったりとかしてですね,あ,のとかねあったりしてですねあったんですよでまあそれがあのでも1時間経たないぐらいでまあえっとそらく最初にい想定した最悪の事態ではないだろうと最悪の事態ってのは本当に最悪の事態なんで で、まあ基本的にそんなことが起こっちゃいけないんですけども、まあ最悪の事態ではないだろうし、まあどうでしょうね、えー、10段階で10が最も悪いとして、えーも、まあとりあえずやっぱり一番悪い状況を想定するので、まあ10段階の10だったらどうしようみたいなことをみんなで考えて、でまあ10じゃなかったんですよ。でまあ、結果的には 1, 1でもなくてね、なんかもう0.1みたいな感じぐらいの。 僕のイメージですけどね、あの感じだったんですよね。だからすごくこう、すごい緊張してたのが、あの、多分こうだろうってうことになって、で、その多分こうだろうっていうのは、 ある時点では証明されなかったんですよ。それは、まあだから、えっ、ー、と、10段階の10ではなくて、まあ、結果的には0.1ぐらいの問題だったんですけれども、その、まあ0.1ぐらいの問題だろうっていう推測でしかなくて、その0.1であるっていう、この証拠がなかったんですよ。証明がなかったんですよ。その、なんていうのかな、客観的な証拠も何もなかったんですよ。 でも、多分そうだろうと、ほぼ間違いなくそうだろうということになって、で、それがもう7時ぐらいでしたっけね、昨日のね。で、そこから僕は帰ったんですけれども、そしたらですね、夜になって、そこの、まあ、担当の、 えー、まあ、中の人だったら大体もう分かっちゃうと思うんですけどね。あの、えー、課長さんからメールをいただきまして。まあ、えっ、ー、と、まあ、結局その予想した通りでしたと。その0.1のパターンでしたみたいな感じでね。で、まあ、こうでこうでこうでしたみたいな感じで、その案件については、ま、クローズって感じになったんですよね。まあ、あの、その、まあ、話、話がそうストップみたいな。まあ、えー、人段落っていうか、まあ、解決みたいな感じになったんですよね。 うんで、まあ、あのー、早速お礼のメールを送りまし、お送りしまして、まあ、家からですけど、僕の場合に家からですけれども、お送りして、あれ、9時ぐらいだったかなメール来たの。まあ、なんか、とにかくい遅い時間だったんですけど、まあ、とにかくその、えー、問題が解決して、それが0.1の、えー、ぐらいの問題だったってことが、こう、証明されたんですよね。 で、まあ、あのー、良かった良かったみたいな感じになって、で、今日土曜日なんですけども、大学に行ったらですね、その課長さんが来ていてですね、課長さん来てるって知らなかったんだけど、たまたまこの大学の中ですれ違いまして、で、土曜日っていうのは、結構みんなラフな格好をしてることが多いんですよね。月曜から金曜までっていうのは、まあ今、あのー、何、クールビズが始まったので、ネクタイしてない人も結構いっぱいいますけれども、それでもまあ、普通にこう、 スーツのズボン履いて、パンツを履いて、こう、上ワイシャツ着るみたいな感じでね、あの、えー、ネクタイしてる人も結構いますね。僕,僕なんかはどっちかというと、血のパンにワイシャツでネクタイみたいな感じで、なんかこう、なんちゃってみたいな感じをしてるわけですけれども、でもその課長さんはね、すごく、ピシッっていう感じでね、スーツがまたね、この、絶妙な色なんですよね。こう、いや、その人らしいな、みたいな。絶対、あの、その人はこういるのがあって、 やろなみたいな感じで、まあ僕とだからその色的には、まあ対極にある人なんですけれども。で、その人は今日ね、私服でいてね、それがまたね、かっこいいんですよ。<laughs> なんかね、<laughs> くそーみたいな感じとね、かっこいいんですよ。なんかこう、なんだろう。うん。ちょっとずる、<laughs> ずるかねえけど、まあ惚れる感じなんですよね。うん。それでなんかこう、すでに、 昨日そういういい報告のメールをいただいて本来僕にメールをしていただくようなあれではないっていうか僕なんかにそのお伝えたなかお伝えいただかなくてもいいんですけれども僕が結構割とその案件にこう足を踏み込んじゃったっていうのかななんていうかこう言っちゃったのでまあそれでこうわざわざご丁寧にご連絡いただいてねでそれでお返事したら今日の朝その私服で会った時にもまたお礼を言われていやいや何おっしゃいますやらみたいな何おっしゃいますみたいな感じでね言いました だからちょっとね、あの、話、あの、この、今回の雑談動画、どういうおうになるかって、皆さん、あれ、考えてるかもしれませんけどね、あの最近ずっと言っていると思いますけど、比較的僕ね、土曜日に大学に行くことが多くて、で今日の場合にはね、絶対行かないといけない理由があったんですけど、まあ、それは置いといて、でもね、土曜日に行くとね、そういう普段見れない姿が見れたりするわけですよ。今日の場合ナはその課長さんの、あの、私服の、うん、すごいセンスのいい私服みたいな感じもね、見られたりしてね、そういう楽しみがありますかね。だからまあ、 やらないといけないことがあって、今日も実はその打ち合わせみたいなのがあったりとかね、まあ会議じゃないけど、打ち合わせみたいなのがあったりとか、会議資料作るんで、いろんな人と相談したりとかあったんですけれども、でもなんかそういう、普段とは違う、月曜から金曜とは違う一面が見れるっていう意味で楽しいですね。だからまあ月ら、月から金まで、月から銅までね、結構ずっと収録で大学に行ってますけれども、でもなんかこう、それが苦じゃないっていうの本当にありがたい限りですよね。って思いました。お疲れ様でした。ほんじゃまた。